有機愛想家有機愛想家は、家人、随筆家。山形県山形市、菅沢出身。旧姓は黒沼。本名は高三郎。有機家の養子となる。農業に従事。1914年、歌詞、荒ぎに入会し、斉藤も吉に指示。1926年、戦者となる。1955年歌詞、釈光を創刊。 東北の農村生活を歌い、また随筆にしたためた。生涯を山形市菅沢にと暮らし、山形を代表する文化人として、地元メディアへの登場も多かった。山形市出身の文芸評論家、池上冬樹は、文学界の特集、随筆を読むにて、優れた随筆として、愛想家の小編を紹介している。1960年、河北文化賞受賞。 1966年、四十法賞受賞。1969年、君四刀旭実賞受賞受賞。1971年、山形市名誉市民。1972年、金日清首相の誕生60周年を祝う、万寿無業編集。1974年、君三刀瑞宝賞受賞。同年6月29日、老衰のため、山形市の自宅。 木影三宝で死去。戒名は、少春院たち、王道順孝治。息子の結城新作も、山形県家人クラブ名誉会長などを務めた家人。歌詞、釈校を継承し、三読と解消した。ありがとうございます。